アンズマロンさんのリーディングで気持ちを文章にした方がいいとあったので書いてみます。私はシングルマザーです。年下の人を多分好きになりました。多分と言ったのは、今はその人との接点があまりにもなく、もはや自分の気持ちも相手の気持ちもわからなくなっているからです。いつも私に何が好き？って聞いてくる人でした。季節、食べ物、人。中でも一番の好きは何？そんな話をしているうちに、子育てや離婚で忘れていた気持ちを思い出させてくれました。でも、久しぶりの恋愛をした私は、相手に合わせすぎて、自分を犠牲にして、振り回されることに疲れてしまい、離れることを選びました。